ベルトの防衛っていうのはまあ当たり前といったらあれなんですけど、まあ 90% 以上大丈夫かなっていう思ってたところで、ハイスピードって名のつくベルトなので、試合内容をどう見せようかなっていうところがすごい問題だったと思うんですけど、やっぱりこのベルトって夏希のイメージがまだまだ強いと思うので、誰が持ってても、私が持ってても、誰かと対戦しても、すでに夏希対応と比べられる物差しのようなベルトになってしまうと思うんですよ。まあ、今日見たお客さんは、まあ、正直、夏希チャンピオンロードに今日の試合が勝ってるかって聞かれたらなんて答えるかちょっと微妙なところだと思うんですが、まあ、私はスターダムの所属選手でもないし、このベルトを持ってまだ当たったことのないスターダムの選手とも当たりたいし、まあ、フリーという立場を利用して外でも防衛戦もやりたいし、まあ、夏希太陽のイメージが強いこのベルトをもっと、広く何ですか、出入り口を広くハイスピードのしたいっていうのもすごいあるので、これからちょっと米山チャンピオンロードどんどん広めていかないとなという、また今日課題も見えました。やっぱハイスピードって体重が何キロとか 100m 何秒で走れたらとかそういう規定がないので、まあなんとなくハイスピードのイメージがある選手とか、ハイスピードを心情に戦っている選手は挑戦したりすると思うんですけど、やっぱ見てる人からするとハイスピードな試合内容が求められるわけなので、もっともっと精進していかなければ、自分は夏希さんが大阪か名古屋でハイスピードのベルトを防衛した時に、自分は一回挑戦表明させていただいたんですけど、それが叶うことがなく1年や2年が過ぎていって、今日相手が夏希さんではないけど、ずっとやりたかったハイスピードのベルトに挑戦できて本当に嬉しかったけど、なんかファンの方も今日花を送ってくださったり、リングの上に立った時に眉いっぱい名前呼んでくれて、応援してくれて、ずっと応援してきてくれた人にベルトの姿見せたかったですけど、負けてしまってこの試合のために で稽古に行って、キックの練習とかしてたんですけど、シングルの初メインとかタイトルマッチとかすごい緊張してしまって、ちゃんと十分な威力とかのキックができてなくて、諦めたくないです。自分は何度でもハイスピードに挑戦していつかベルトを取って、自分がハイスピードの王者だって胸を張って言えるようになりたいです。